最先端半導体をを作るる際に起ききている大問題を解決ででそうですアメリカのパリュー大学や宇都宮大学などの日米研究グループは最先端の半導体を製造する上で欠かせない EUV ・路耕装置において光源の変換効率の理論上限が10.3%であることそしてそれを実際に達成するための条件を明らかにしたと発表しました。 まあ現状の変換効率は5から6%ということなので、まあ、それを大体2倍にできるんだとそして具体的にどうすれば2倍にできるのかという道筋も明らかにしたということです。 まあ今回の話というのは、ですね半導体チップそのものの話ではなくて、まあ、半導体を製造する数多くあるプロセスのうちのリソグラフィーという工程で使われる露光装置の中でも、まあ、最先端の EUV 露光装置のパーツの一つである、まあ、EUV 光原の消費電力のお話ということで、まあ、なんでそんな細かい話を取り上げるんだと思う方、いらっしゃると思うんですけれども、まあ、この話、ですね結構大きな問題になっているんです。 ブルームバーグ通信によりますと世界最大級の半導体企業台湾の TSMC は2020年の時点で台湾全土のエネルギー消費のうち6%を1社だけで消費していたと、まあ、さらに2025年には今回のテーマである EUV 露光装置をまあ工場にどんどん増やしていった結果その数値は12.5%にまで跳ね上がると予測されているんです。 12.5%というのは途方もなく大きな数字なんですが、まあ、ちなみに日本でいうと日本全体の電力消費のうちのおよそ1%は NTT グループと言われています、まあ、通信インフラを支える NTT で1%とでまあもう一つ例を挙げると、えー、流通大手のイオンも、えー、グループ全体の電力消費は日本全体の1%とえー言われています、まあ、ということでまあイオンって全国各地に大きな店舗を構えていますけれどもその一つ一つの店舗の大きさが12.5倍ぐらいになったぐらいのインパクトは TSMC にはあるということなんですね まあ、ということでですね最先端の装置を使って最先端の半導体を作ればまあ、より効率的にハイパフォーマンスを発揮できますよとまあ、つまりそうした半導体をこうしたスマホに搭載すればより省エネになりますよというふうに言ってる裏ではまあ、その省エネの半導体を作る過程でまあ、電気をバカ食いしているというそういう現実があるということですで、まあ今回はですねその消費電力を大きく下げることができるかもしれないというお話です5年先ぐらいに今回の指針を 実現するような実際の録音機ができてその時に省エネに役立てばいいというふうに考えています。 まあ今回の動画では、ですね、そもそも EUV 旅行装置って何なのかという基本をまあさらっと確認した上で、まあ、今回の研究内容の詳細について詳しくお伝えします。まあ、そして最後は、ですね、この EUV 旅行装置の分野で、日本にもうチャンスはないのかという話です。EUV 旅行装置をめぐっては、ですね、日本対オランダのまあ激しいバトルが繰り広げられたんですけれども、まあ、現状はオランダの ASML という会社がもう一強状態となっています。 いた,だいた砂原さんは、ですねこの状況にじくじたる思いがあるそうですもう日本人が貢献しまくってるんですけど、残念ながら、あのなんか今、この現状、世界を見ると ASML がもう一強になってしまっていて、非常にちょっとそもそも EUV の研究は1980年代に日本から始まったものでして、基礎研究で世界をリードしてきました。 そんな中、なぜ実用化で敗れたのか、まあ、そして今後、日本にもうチャンスはないのかなどについて詳しく話していただきました。 ま,まずそもそもも、e、EUV 露光装置って何なのかということにについて簡単にお伝えしますあの,、e、というのはエクストリームウルトラバイオレットという意味で、まあ、日本語で言えば極紫外線ですあの紫外線というのはこの人の目で感知できないほどの,この細かい光、まあ、あの波長の短い光なんですけれどもその中でもさらに短い波長が13.5ナノメートルクラスの紫外線のことを EUV と言います。 まあ、この細かい光を使って微細な回路の半導体を作るのが EUV 露光装置でして、まあ、どれだけ電気をバカ食いしようとも、まあ、この EUV 露光装置がないと、まあ、回路の線の幅3ナノメートルレベルの最先端の半導体を作ることはできませんでこの EUV 露光装置はです、ね、日本との戦いに勝利したオランダの ASML が、まあ、世界で唯一製造する機械で人類史上最も精密な機械とも呼ばれています お値段なんと1台200億円以上ということで、まあ、とんでもなく高額なんですけれどもまあ、他に作れるところがありませんのでもう価格競争というのが成立していません、まあ、ということで世界の半導体メーカーがです、ね、200億円の機械を奪い合っているという状況ですでは具体的に6号機の中どんな仕組みになっているかと言いますと、えー、回路パターンが描かれたマスクと呼ばれる現場に光を通してさらにレンズを通すことでシリコンウェアに回路パターンを縮小印刷しています まあこのレンズを通して縮小印刷という CG についてはまあ見たことあるという人いると思いますけれどもただ最先端の EUV 露光装置となると中身が大きく異なってきますこちら ASML の EUV 露光装置の心臓部を表した CG です、まあ、一番下にシリコンウェハがあってここに回路パターンを縮小印刷するよというのは変わらないんですけれどもそこに至るまでの光の道筋が全然違いますねご覧の通り鏡を使って反射させています で肝心のですね回路図の大元であるマスクはどこにあるかというと、一番上にあって、まあ、ここでも反射させていますね。まあ、なんでこんなに今までと違うんだというと、ですね、まあ、それは EUV という短い光の波長は、ですねべての物質に吸収されてしまうという問題があるんですね。まあ、なので、レンズを使おうとしても、レンズにすべて光が吸収されてしまうということが起きてしまうんですね。まあ、ということで、まあ、レンズを使わずに反射だけで、ですねこをしようというアプローチが取られているわけです。 えー、あのちなみにですね、先ほど EUV の研究は1980年代の日本から始まったとお伝えしましたけれどもまさに1980年代にですね、NTT の木下博夫さんという方がこの反射による EUV 録音を提案したことがすべ、まあ、ての始まりとなっています。 で今回の研究成果は一体何だったかというと、この今映っている、ね、EUV が反射しているところではなく、EUV の光源の話です、光の源の話です。まあ、ものすごく波長の短い EUV という光をここで発生させているわけですが、まあ、ここで電気をバカ食いしているんです。まあ、では、どのようにして EUV の光を発生させているかえ、光源の内部を見てみましょう。何やら右側から丸い物体が飛んできていて、まあ、そこにレーザー光を当てています。 詳しく見てみるとこれ飛んでいるのは金属の鈴が液体状になったものです。これに CO2 レーザーと呼ばれるレーザーを当てると鈴がプラズマ化してこの際に波長13.5ナノメートルの EUV 光が発生するんです。ここででようやく本題です。まあ、ざっくり言うとですね、鈴にレーザー光を当てて EUV を発生させていくと、まあ、そういう仕組みなんですけれども現状、ですね、100のレーザーを当てたときに出てくる EUV はたったの5なんですね。 まあ実に多くの電力が無駄になっているわけなんですけれども今回の研究はこの変換効率を2倍の10.3まで引き上げられるんだという成果になっています、まあ、ではですね研究チームはどうやってこの効率の2倍にするような道筋を見つけたのかということなんですが、まあ、決してです、ね、何か画期的なこう装置を開発したとかいうわけではなくてです、ね、効率がアップするようなレーザーの打ち込み方というのをです、ね、詳細に検討しました こちらをご覧ください。これはレーザーの打ち方をですね、9パターン変えてみたときのプラズマの分布をです、ね、コンピューターでシミュレーションした図です。この色がですね、プラズマの濃さを表していて青が薄くて赤やピンクにいくほどプラズマが濃いという意味ですでそれぞれの打ち込み方を図で表すとこんな感じです。 これ何を変えているかというとですね2つでしてスポットサイズそしてレーザーのパルス持続時間というものを変えていますスポットサイズというのはですね標的となる鈴にどれだけの大きさのレーザーを当てているかとこんだけの大きさなのかもっと絞ってこれだけの大きさなのかというものを意味しますそしてパルス持続時間というのはですねそもそもレーザーは長時間ずっとバーっと当てているわけではなく非常に短時間のレーザーをパンと一瞬で当て,ているという形になっていてそのパルスの幅がですねこんだけなのかそれとももっと長い こんなな長さののかというのを、まあ、パルスの持続時間と言いますであのスポットサイズを3通り、そしてパルスの持続時間を3通り変えて、ですね、まあ、合計 3×3 の9通りの組み合わせでプラスマの様子を調べました。この矢印の長さとか幅がです、ね、で、まあ、そのスポットサイズとかパルス持続時間に対応しているわけです。でですね、この右下が現状使われている6号機の光源の内部を表した様子です。 まあ要は ASML の光原の中はこうなっていると思われる図なんですけれども、これ、あまり良くないプラズマの状態だそうです。まあ、一方、この9つの図の中にですね、EUV を発生させるのに理想的なプラズマの状態があります。果たしてどれでしょう、まあ、と言われても、我々素人さっぱりわからないと思いますけれども、まあ、専門家からすると、ですねあ、これは非常に素晴らしいなというのが1個あるんですね。どれかというと、それは左上です。 左上ですねオレンジ色で表された密度の部分がまあ分厚くなっていますが、まあ、これが理想的だというんです、ねはいまあこれ、どういうことかというとですねあの素人の私が最初この図を見たときに最初に思ったのはです、ねまあ、オレンジっていうのは密度の低い青でもなければ密度の高い赤とかピンク色でもない、まあ、要は中途半端な状態ということで、まあ、その状態でまあ最適って一体どういうことなんだろうなと、まあ、なんとなくですね密度が高い方がよりこうエネルギーが高いわけですから EUV がバンバン出るんじゃないかと、まあ、思ったわけなんですけども実はそうではないと。 理由はですね、これ先ほども言及したんですけれども EUV は非常に波長が短いのであらゆるものに吸収されてしまうというところなんですね、まあ、つまりですねすずにレーザーを当てると、まあ、プラズマ化してそこから EUV 光が出るという,ふうに説明しましたけれどもその出た光がですね、プラズマに再び吸収されてしまうという問題が起きるんですねということで,ですねプラズマのの、密度が高すぎると、その せっかく出た光がまた吸収されちゃうという問題が起きやすくなるということですね、プラズマの密度は高ければ高いほどいいということにはならないということなんですね。 まあじゃあ逆にですねこの光がプラズマに再吸収されるというこの事象がまあ完全に悪なのかというとそうでもないというのがこの難しくてまあ面白いところなんですけれども、まあ、この発生した EUV 以降はです、ね、最終的に鏡に反射されて、露光機の中に送り込まれるという形なんですけれどもレーザーの方向に垂直に近い方向に飛び出る光っていうのは